皆さんこんにちは、クリエイティブピースです。今日はスラムドッグミリオネアをレビューします。イエーイ。ということで、スラムドッグミリオネアはどんな映画か、ちょっと説明お願いします。はい、スラムドッグミリオネアは2008年のイギリス映画です。イギリス映画なんですけれども、舞台はインドとなっています。でインドにいるスラム街出身の青年がクイズ番組に出て、正解をして、ミリオネアにまでなるというお話ですね。で監督はダニー・ボイルで、トレインスポッティングなんかで有名な監督ですけれども、で2009年のアカデミー賞ではなんと8冠を取った素晴らしい作品になっています。ということで、さっきも説明してくれましたが、インドが舞台ということですね。今日はちょっとエキゾチックな感じでみんなやってみました。見ました。で、この背景もね、すごくちょっと素敵な背景になってます。ケイ、ありがとう。かわいい。ということで、じゃあ今日は、誰からかな。それでは今日は S からレビュー、どうぞ。どうぞ。ナマステー。スラムドッグミリオネアのレビューをします。この作品に対しても私からは2つポイントを挙げてレビューしたいと思います。まずはですね、撮影が素晴らしい。この作品の撮影監督は、アンソニー・ドット・マントルさんという方が撮影しています。過去にもね、いろんな作品を手掛けてます。その中でラスト・キング・オブ・スコットランドという作品があるんですけれども、これね、すっごいとんでもない作品で、それの撮影監督もしてるので、個人的にはおー、この方がやってるのかということでちょっと驚きだったんですけれども、あとダニー・ボイル作品も結構やってるので、127時間とかもね、皆さん聞いたことあると思います。あとスノーデンっていう作品も、撮影監督やってます。彼のね、すごくいいなって思うのは、疾走感のあるカメラワークっていうのが非常に素晴らしいなと思ってます。で、冒頭の方もそうですけれども、この作品すごくこう走るシーンがすごく多くて、特に人がわーっている中のブワーってこう切り抜けるようなシーンがたくさんあるんですけれども、そこのあたりのカメラワークっていうのがすごいなと思って、流れるようなね、カメラワークですね。あとはこうダッチティルトっていう、こう斜めに撮るようなショットもすごく多くって、それって見てる側にやっぱり不安感とか、そういうなんかハラハラさせるようなね、そういった心情を沸かせるので、そういったカメラの、アングルの使い方っていうのも素晴らしいなと思ってます。2つ目はですね、このインド の情勢っていうのと、あと夢のある展開のこの塩梅が素晴らしいっていうところですね。で、やっぱりこうインドっていうと、インドだけではないですけれども、まだまだ子どもの人身売買だったりとか、売春の問題だったりとか、本当にこう生きていくためには何でもやらなきゃいけないみたいなところが本当にたくさんまだまだあって、それをリアルに描いていますね。お兄ちゃんが途中のバイトのところで空のペットボトルに水を入れてね、それをまた蓋してこう接着剤で貼ってるシーンがありましたけど、あれ本当は飲んでたら怖いなって思うけど、あれがリアルなんだろうなって思うようなところと、あとやっぱりその主人公のね、ジャマールがやっぱりこう最終的にミリオネアにこうクイズ正解していくっていう、その夢のある展開っていうのがすごくいい塩梅に描かれてるなと。でこのタイトルもスラムドッグって、貧民街の子供みたいな、貧民街の人を指すんですけど、それにミリオネアって億万長者っていう単語をくっつけたスラムドッグミリオネアなので、ミスターチルドレンみたいね、ミスター大人なのにチルドレン子供って、この180度違うのタイトルをこうやってくっつけるっていうのはなんかね、こうくすぐるものがあるなと思って、この作品本当に大好きです。なんかなんでこの不安を駆られてこの気持ちになるのかなっていうのも、やっぱこう画角だったり、アングルだったり、あと音もね、なんかあったと思うし、そういうとこもこうやっぱり DP をちゃんと選んで、そういう疾走感とかそういうものを表す人がいいなと思って彼を選んでるんだろうなっていうのとかも。スラムドッグの前もダニー・ボイル作品やったりしてるから、結構その、監督の信頼は厚い人だと思うんだよね。だからなんか結構あうんでできたんじゃないのかなっていうのはなんか想像してるんだけど、とんでもなくフォーカスうまかったね。
あれだけ、うん、あれだけカメラ移動してて、あとはね、追っかけながら撮ってるけども、まあ、フォーカスうまいなって、すごい感心した。相当やっぱり人がいっぱいエキストラも出てるし、追ってるだけじゃなくて、引きのショットとかもうまい感じ使ってるから、うん、もう引き込まれるんだよね、あの世界観に。やっぱりさ、多いのって、もうボリュート感がすごいから、人間の多さとか、もう色の使い方とか、なんかこうボリュッドのいいところを取って、さらにこうイギリスのちょっと何スタイリッシュおしゃれ感っていうのをこういい感じに融合してるよね。うん。じゃあ次は K お願いします。どうぞ。はい、監督のダニー・ボイルといえば、はい、ダッチアングルショットですね。前編の3分の1はこのアングルかっていうぐらいの長さで撮られています。カメラをあえて傾けた画角で撮影する方法です。一般的には見ている人に不安感とか恐怖感を与えると言われていますけれども、K はこの作品でその角度について注目してみました。少しだけの傾きだと人が振り向いた時に首もこう傾きますよね。バッチリ水平に撮影するよりも、主観の目線や心理を自然に表すのに効いていると思います。もうちょっと角度がつくと明らかに違和感が出てきますので、不安な感じを覚えてきます。そして大胆に傾けた画角では、視線を誘導するようなデザイン的な構図だったり、スタイリッシュな構図を見せることができると思っています。あとカットのつなぎ方にすごいアイデアがたくさん使われているんですけれども、例えば主人公ジャマールがミリオネアの収録スタジオで過去を思い出してぼーっとするシーンがあります。そこから警察に拷問されてこうビンタされる別なシーンに変わるところがあるんですけれども、ビンタの瞬間は実はミリオネアのセットの背景で撮影しています。本当だったら警察署の背景で撮影すると思うんですけれども、これをすることによって主人公の現実と思い出がトランスしている感じがすごい出てると K は思いました。スラムドッグミリオネアではダッチアングルショットの手法や巧みな演出効果の編集によってジャマールの心理をうまく絵で表現している作品だと思いました。ナマステ。はい、ありがとうございます。すごいこうデザイナー的視点を感じたね。普段からねこのダッチアングルについては話したいなと思ってたんで、やっぱりダニー・ボイルの作品はね、他の作品もそうだけど多いですね。ヒッチコックともまたちょっと違う違うもあるから、うん、ダッチティルトのその面白さっていうか結構深いよね。エールがさっき言ったみたいにやっぱりねスタイリッシュなんだよね、ダニー・ボイルの絵っていうのは、うん、でこのダッチっていうとね、よくオランダのことダッチっていうけど、本当はドイチェでドイツの意味で使われてて、うんうん、1920年代かな、ドイツ表現主義っていう時代があって、その頃に初めて実験的に使われたところからダッチっていうふうに名前がついたらしいです、はい、じゃあ最後 N 行ってみます。どうぞ。スラムドッグミリオネア、こちらはイギリスが制作したインドが舞台になった映画です。監督がダニー・ボイルというのもあってか、音楽もザ・インドっていうものだけでなく、いろんな音楽が使われているので、そこも見どころかなって思います。ストーリーとしては、孤児院で育った貧しい男の子が、いろいろなことを経て、ザ・ミリオネアのようなクイズ番組に出演して、問題を解いていくっていうところから始まっていくんですけれども、そこでですね、やっぱり孤児院で育っているので、わからない問題とかたくさんあるはずじゃないですか。でも彼は自分の経験とか、こう見たこと、聞いたことっていうのを一生懸命思い出して、こう知恵を絞り出すんですよ。で、それを見ていると、なんかこう、私ももっと自分の小さな日常の端々とか、こう小さなところをよく見つめて吸収していけば、もっと豊かな人生になるんじゃないかなっていうことをそこでちょっと気づかされてしまいました。で、彼のその生い立ちだとか背景、ストーリーっていうのが、その問題問題ごとにこう描かれていって、ストーリーが流れていくんですけれども、その中にヒロインがね、出てくるんですよ。
で、私はラブロマンス大好きですし、ボリウッドも大好きなので、ちょっとそこをお話ししたいなって思うんですけど、そのヒロインの名前はラティカって言います。で、ラティカは映画のキーカラーにもなっているんですけど、黄色がキーカラーとして、登場した時から黄色を着ています。すべて黄色ってわけじゃないんですけど、ほとんど黄色を着ていて象徴しています。インドで黄色はどういう意味を持つかっていうと、幸せな結婚、そして病に打ち勝つ力っていう意味合いを持っているんですね。なので、その主人公の彼が彼女に向かって、幸せな結婚ですね、男女としての幸せへ向かっていくこと、そしてやっぱりスラム街からいろんなね、社会的背景の問題もいろいろ描かれていくんですけれども、そういうことに打ち勝つ力、そして彼女へ向かっていくという光であるっていうところをね、やっぱり象徴して彼女にキーカラーである黄色を与えたんじゃないかなって私は思っていて、映画のキーになる駅とか電車とかそういうところにも黄色たくさん散りばめられていますし、カラーグレーディングすごく黄みが強い感じになっているところも多くって、黄色って大事な色として扱われているんじゃないかなっていうのを感じました。で、最後にはですね、ボリウッドお得意のダンスも出てきて、もうすごく楽しい気分になりますし、彼とラティカの恋模様もいろいろね、障害があるんですよ。でも、その中で彼女が見せる彼の笑顔が本当に素晴らしくて、もう太陽のような、花のようなね、彼女の表情だったりとか、その途中に出てくる、彼が彼女へ向かう道のようなモンタージュもね、すっごくいい感じに編集されていて、もうそれだけで全編見れちゃうんじゃないかなっていう、モンタージュもあります。彼はね、彼女に、日本でいう中継八甲のようにね、もう本当に忠実に愛を表現するっていうことをするんですけれども、実際いたらちょっと怖いなって思う部分ではあるんですが、やっぱ映画の中ではもういいんです。すごくキュンとしたので、まあちょっと皆さんもそこちょっとキュンとしてほしいなって思います。ありがとうございます。黄色気づきました？ラティカ、いつも黄色着てました。着てたね。すごく印象的だったよね、黄色。肌の色が結構こう濃い色なので、すごく黄色が生えてたなっていうイメージもあります、ね。なんか私お話的にはそんな黄色ってやっぱりこう目を引くじゃないですか。だから、そんな黄色着ちゃったらすぐバレるみたいな。なんか毎朝5時に待ってるみたいなのとかで、あ、夕方、黄色いストールを着て行くと、いや、バレるってすごい心配になって、もっと地味な紛れる服、ストール巻いてとかって思ったんだけど、インドで言うと黄色っていうよりウコン色って表現されるそうだね、ウコン色だよね。そう、まさにこの背景のようなちょっとウコン色はなんかやっぱりすごく意味合いのある色で、なんか僧侶とかのね、服の色になってたりもするぐらい、まあインドでは大事にしてる色なんじゃないかなって思います。配色にこう文化も取り入れてる感じあるよね、映画として。あるよね。一番最後のやっぱエンディングのね、鉄道のホームのところでみんな踊ってるやつ。あれ最高だよね。最高。もう。で、子役の子もさ、黄色い服着て出てきて、で、また、大人の頃の、配役の人が出てきてて、で、あれ、3人ずつ使ってるんだよね、段階をね。結構、フォント、テキストもすごく素敵なテキスト使ってるから。そう。結構かっこよかった、最後。エンドロールね、見ずに外で出る方とか結構いらっしゃるじゃないですか。ぜひね、エンドロールってね、実はこだわってたりとか面白いとかあるので、みんなね、エンドロールまで見て出ていってほしいですよね。そうだね、エンドロールのね、フォントも注目してください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークボタン、気軽にコメントもお願いします。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、ナマステー。ナマステー。ナマステー。クリエイティブピースでした。はい、ありがとうございました。